TC 楽器で買った楽器は TC 楽器に売ってください。下取りでも金額アップです。高価買取をお約束します。楽器を手放す際や楽器の買い替えをご検討の際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いします。風が気持ちいいです。お疲れ様です。お疲れ様です。おやさん、はい。焼けました。焼けました。焼けちゃいました。ちょっと焼けてますね。はい。どっか南国にでも行ってきたんですか。ちょこっと。ちょこっと行ってきました。え、行ってきたんですか。はい、昨日まで。昨日まで。お休みいただいて。あ、なんか、おがすすめば1週間くらい俺会ってない気がする。うん、そうですね、1週間、8日間かな。8日間行ってきました。あら、はい。お久しぶりです。お疲れ様です。お久しぶりです。お休みありがとうございました。お帰りなさいました。はい。はい、おがすさん、今回どちらに行かれたんでしょう。今回は、イギリスとフランスに。イギリスとフランス。はい。あら、旅行。ちょっとヨーロッパ好きで、海外旅行、はい、ヨーロッパ去年行きましたよね、はい、去年動画出てましたね。そうですね、ドイツでしたっけ。去年イギリスと、はいはい、オランダとドイツ。イギリス、オランダ、ドイツ、はい、僕、小川さんからもらったロンドン土産大事に持ってますよ。で今年はイギリスすごく去年気に入ったんで、はい、またイギリス行って、で今度ユーロスターっていう、はい、向こうの新幹線で、はい、ドーバー海峡をあのトンネルくぐって、あー、はい、あれですよね、トンネル。あれです、あれです。そうです、トンネル通ってフランスまで。水曜どうでしょうね、見ましたよ俺。結構ね、早いんです。2時間半とかだと、はいはいはい、結構早くパリに着いて、はい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 、じゃあ飛行機でまずロンドン、そうですね、ヒースロー空港まで行って、それ日本から直ですか。そうです、はいはいはい、羽田から直で、はいはいはい、でロンドンに3泊して、3泊、はい、でそのユーロスターでパリに移りまして、はいはいはい、でパリに4泊あ、はい、一人旅、はい、これは知らない人もいるかもしれないんで改めてですけど、小林さん海外旅行何しに行ってらっしゃるのかっていうの。あの別に観光しに行ってるわけじゃないんですけど、まあ、観光もしましたけど、ギターを買いに行ってるわけじゃないじゃないんですけど趣味でちょっと飛行機の写真を撮ってまして。写真ね、はい、小林さん写真ガチなんですよね。うん、まあまあそうですね、撮ってやってます望遠とかでね、うん、やってるんですよね。だからね、もう毎日飛行場の周りを結構ぐるっとこう回りながら、すごい重たい荷物持ちながら。え、今あっちの方って暑いんですか。暑い、とにかくフランスがめちゃくちゃ暑くて。え、夏なんですか。夏ですね。お、日本より暑くないはずなんだけど、はい、すごく天気良くて暑くて、うん、で、まあ、飛行機の追っかけをやって、はいはい、まあ、撮ってきたんですけど、はいはい、で去年も行ったんですけど、ヒースロー空港っていうところの近くに泊まって、はいはい、でヒースロー空港で撮影して、あとちょっと郊外にロンドンで2番目に大きいガトウィック空港っていうのがあって、はいはい、でそこまで高速バスで行って、はいはい、でそこでもちょっと撮ってきて、へえ、はい、っていう感じでした。え、雨降らなかった。雨降らなかった。え、全部晴れ。晴れ。あ、よかったですね。そうですね、まあよかったですね。なんかね、うん、イギリス気に入っちゃって去年行ったら、僕はイギリス行ったことないんでわかんないですけど、うん、あのご飯どうでした。ご飯は今年はすごく円安で、すごい向こう物価が高くて、全然なんかね、もうまともな飯食ってない。円安か今。そう、そっか、海外旅行めちゃくちゃ高くて大変ですね。じゃあ今本当にあのちょっとマックでハンバーガーと飲み物食べると、はいはい、もう2000円以上になっちゃう。すげえ高い。シャレになんないじゃないですか。本当にちょっとしたレストランとか入ると、もうすぐ5、6000円いっちゃうし、お腹いっぱいになれない。なれないですね。だからね、たまんないですよね。ちょっと喉乾いたなっても大変ですね。大変です、大変です、うん、でまあイギリスも行ったんですけど、はいはい、一番の目的はフランスでですね、はい、ルブルジェっていう空港であのパリ航空ショーっていうのが、パリ航空ショー、はい、コロナ明けで4年ぶりに開催されるっていう、うん、それはあれですか、なんか飛行機が一斉に集まるぞみたいな。そうです、もう世界規模で一番、多分世界で一番大きい航空ショーっていうか。じゃああれですね、ナムショーみたいな。ナムショー、そうです、飛行機のナムショーみたいな。楽器業界でいうとナムのレベル。そうですね、あの新型の飛行機とかこう飛んで、そのボーイングとかエアバスを日本航空とか全日空が買いに来たりとかしてる。あ、本当にじゃあもうバイヤーというか、あれが前半はそういう企業向けの開催で、はい、で後半の3日間は一般向けで、うん、あ、じゃあ本当にナムとか楽器フェアみたいな感じですね。そう、そんな感じです。本当にすごい戦闘機とか、はいはい、アメリカの F-35 とかそれとかをこうお披露目に来たりして、でそれをお母さんバシャバシャ通りまくると。通りまくってもうすごいでっかい望遠レンズ持ってって、はい、こうやって撮ってるともういろんなところでね怪しまれて、荷物
すごい調べられたりとか。あ、本当、はい、やっぱその写真と見せかけてなんか悪いことをたくさんでるんじゃないかみたいな。まあ、そうですね、あんまでっかい荷物持って中にそんななんていうの、こう、うん、バズカ砲みたいなのが入ってたらやっぱ怪しまれるじゃないですか。なるほど。でもまあ写真撮りに来てる人いっぱいいるんですよね。まあいますね。みんな荷物見られてるみたいな、うん、ただなんだろう、そんな大きいレンズ持ってマジで来てる人って日本だといっぱいいるんですけど、はい、意外にいなくて。あ、そうなんですか。すごい目立っちゃって小林さんの装備がちょっと周りよりも目立ってた、ね、周りのフランス人にインスタグラムのアカウントあるかみたいな感じでなんかスマホを渡されて、はい、アカウントこう打ち込んでくれとか言われて。あ、すぐ聞かれる。友達ができちゃって。あ、やっぱその装備がガチだから、こいつはやばいぞみたいな注目の的みたいな。そう、そんな感じで、あのその航空ショーは1年ごとにイギリスとフランスの開催地が交互に変わる、うんうん、だからフランスでは2年に1回しかやらないんですけど。なるほど、ね、はい、だからそれに合わせて、はい、それ行けてね、晴れてよかったですよね。雨だとだいぶ、そうですね、落ち込んじゃいますよね。で去年、はい、そのヨーロッパに行った時に、はいはい、そのオランダでちょっと友達に始めたって。あ、なんかおっしゃってましたね。あのほら土曜会配信に生中継で出た時に、そ今その友人とご飯してるみたいな話してますよね。去年初めてそのオランダで会って、はいはい、向こう案内してくれたイルバートさんっていう人がいて、はいはい、でその人と今回もそのオランダからフランスってその車で結構近くて、はいはいはい、うん、航空ショーで待ち合わせして、あ、じゃあもう、ね、もう仲良し、仲良し、はい、仲良し、まあね、いいじゃないですか、はい、またじゃあ来年も会おうぜみたいな。そうです。彼はまあ日本にも来るって言ってたら、いいですね。今度日本案内しようかなって。日本だってもう日本のね空港だったらもう大橋さん庭じゃないですか。そうですね。なんか向こうで撮った写真とか。まあありますよ。多分、ね、まだ枚数でまだ選んでない。うん、もう整理しきれてないというか、はい、確かね、パッと数えたら37,000枚ぐらい。37,000ぐらいあったんで。やばいですね。やばいっす。すごいな。はい、今回は中継なしでしたけど、なんかあれ素材ないですか？むーちゃぶりだけど、あのね、実は一人旅なんで、はいはい、もう寂しく一人 YouTuber みたいな、はいはい、なんかね、こう回しながらブツブツ喋りながらとか。本当ですか？観光したんですか？ちょっとやったのもあります。え、それって観光してる時だけだけどね。はいはいはい、航空ショーの時とかはもう夢中で写真撮ってるからそんなないんですけど、はいはい、パリをね、1日だけちょっと歩いたんで、その時にちょっとビデオ回して、はいはい、ちょっとにかくそのビデオ見たい。見たいっすね。なんか見たそうじゃない顔で見たいっすね。あの事務的な見せれます？見たい？俺は見たいです。 あと皆さんも見たいと思う。まあいいんでしょうかね、出しても。あ、ありがとうございます、はい、いいですか、ええ、あ、じゃあこの後皆さんにお見せするんで、まだ、まあ、無事に帰ってきていただいて、はい、お帰りなさいませ、はい、また行く機会あったらレポートお待ちしております。そうですね、またなんとか行きたいですけど、はい、いやでも楽しそうで。あ、小林さん、そしたら、ええ、あの写真とか、はい、多分こういい写真選んでいくと思うんですよ今後。あ、うちのホームページのあれ書いてください、近況報告のブログ。あ、ぜひ。お、見ていただけると。ありがとうございます。嬉しいですね。まあ近日なのか、まあ、近々ね。そうですね、おそらく4月中とかに更新できればいいな。そうですね、頑張ります、はい、小林さんのブログもお楽しみにという感じで、はい、皆さんホームページチェックでございます、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。デジカメ持ってきたのにメモリーカードをホテルに忘れたという、なんという残念。セーヌ川に来ました。風が気持ちいいです。ちょっとだけ観光ですね。ルーブル美術館とか終わってるんですけど、いやー賑やかですね。すごい建物もポップです。ノートルダム大聖堂に来ました。火事で焼けちゃって残念ですけど、いやとにかくパリの地下鉄は
分かりにくくて本当に疲れました。電車はよく止まっちゃうし、とにかく分かりにくい。乗り越し精算もなし、なかなか慣れるまで大変ですね。やっと分かってきたところでもう明日帰国ですけど、次回はもうちょっとまともになるんじゃないかなと思います。パリの市内の観光はする気はなかったんですけど、昨日まで疲れてしまって、今日はちょっとゆっくり市内を、まあ、午後からですけど、もう3時過ぎですね、ちょっと歩いてみました。まあ、こう歩いてみるとなかなかいいもんですね。とにかくパリがこんなに暑いなんていうのは本当にびっくりです。日本より暑いです。いや、動画撮ってたらバッテリーがやばくなってきました。なので写真に切り替えよう。なんか GPS 使ってるからバッテリーがみるみる間になくなりますね。TC 楽器ではゆったりとした思想スペースもご用意させていただいております。一緒に座ってゆっくりお話ししましょう。よろしくお願いします。